5ドア3ドアメルクール XR4Ti5 ドアサファイア1986年 RS コスワース1992年 RS コスワース 4X4 コクピットシエラは1982年から1993年までドイツイギリスを中心としたフォード欧州部門が生産した中型ファミリーカーである1982年9月21日に それまで英独領国で生産されていたコーティナとタウスの後継者として発表された。シエラの開発には、BMW 時代に3シリーズを開発し後に、GM 副会長となるボブラッツやルノーの、チーフデザイナーとなるパトリック・ルケマンら、その後の自動車業界で活躍する才能が結集していた。オーソドックスなサンボックスセダンであった。 従来のコーティナ・タウムスを見慣れた人々の目には、シエラの空力的なハッチバックデザインは非常に新鮮なものであった。1981年に発表したコンセプトカープローブ3の好評を受けて、この時代のフォードは生産者のエアロルック化を推進。北米では1983年モデルのサンダーバード、1986年のトーラスへと、 その流れは続き、特にトーラスは大ヒット者となった。しかし、これに対して、ヨーロッパで生まれたシエラの販売は、当初低調であった。コーティナ・タウヌスの需要層にはあまり好まれなかったらしく、特に、イギリスでは、ジェリーモルドとか、ザ・セールスマン、エス・スペース・シップなどと揶揄された。また、 ボディスタイルは3ドアと5ドアのハッチバックとワゴンのみとなり、トランク付きの4ドアセダンが用意されなかったことも不評であった。エスコートも同様にハッチバックのみであったので、一時期トランク付きのフォード車は大型のグラナダしか存在しなかったのである。このデザインのもう一つの問題は横風に対する不安定さであった。この問題はサイドウィンドウ交換に 小さなスポイラーを取り付けることで解決したが、メディアでは大きく取り上げられ、販売の立ち上がりを阻害した。なお、上級版のギアと1985年に追加された、スポーティーモデルの XR4i は専用のフロントグリルと大型のヘッドライトを持っていたが、1987年には、ハッチバック車もマイナーチェンジを受け、すべてのシエラがギア、 XR4I 同様の大型ヘッドライトを持つようになった。また、サンドア社は1985年からイギリスでは販売中止となったが、ヨーロッパ各国では最後まで販売された。自流に先んじたスタイルにもかかわらず、シエラは、ライバルのオペルアスコナや、フォルクスワーゲンパサートとは異なり、コーティナタウヌス同様、コリン駆動レイアウトを採用した。このことは、 モデル後半になると居住性の面でライバルに対し不利となったが、その反面各種のスポーツモデルが人気を呼ぶ理由ともなった。1982年10月に登場した時点でのエンジンはオフ 1294cc60PS、同 1593cc75PS。 最一 C1993cc105PS、V 型6千二 2294cc114PS、浮上性 2304cc67PS のディーゼルエンジンが用意された。ギアボックスは4足が標準で、5足は 1600cc 以上でオプション、または標準であった。ギアボックスは当初はコーティナタウンス用の タイプ Q を用いていたが、V6 や DOHC エンジン車は後に新しい MT75 に改められた。また 1600cc 以上には3速オートマチックも用意されていた。1985年には XR4I 向けに V6.2792cc150PS、同じくフルタイム四輪駆動を組み合わせた。 XR4X4 には 2935cc150PS エンジンが追加された。さらに、球体化して排気ガス規制への対応が困難となったピントエンジンに変えて、1988年には 1800cc の新しい CVH エンジンが投入され、1989年には2000が DOHC 化。 1992年には1600も燃料噴射のシエファイとされた。1990年にはディーゼルエンジンがフォード時世の1800ターボディーゼルに変更された。1987年には4ドアノッチバックのシエラサファイアが追加され、ようやくコーティナタウヌスを惜しむ声に応えられるようになった。 1985年には2段下前のリアスポイラー、通常の3ドアと異なる6ライトのサイドウィンドウなど、独自の外観を持つスポーツ版、XR4I が登場。欧州市場向けには、V6.2 800、800cc 29、2900cc エンジンを搭載していたが、アメリカにも4気筒 2300cc ターボ付きエンジンを搭載して輸出され、 メルクールという新ブランドのローンチモデルとして、XR4Ti の名称で、BMW やアウディなどと対応する、欧州製プレミアム小型車として、リンカーン・マーキュリーの販売網を通じて販売された。シエラの名称は、ゼネラルモーターズが、オールズモビルの車種名として、商標登録していたので用ちることができなかった。 メルクール XR4Ti は1989年まで販売されたが商業的には成功しなかった。1985年にはターボ付け16バルブ DOHC エンジンシエラコスワースが登場した。2000cc で 204PS を発し当初はグループ A ツーリングカーレース出場資格を満たすための500台限定の サンドアハッチバックとして登場したが、ティックフォードによって、スポイラーやエアダクトを追加され、225PS に強化された、エボリューション版の RS500 も制作された。1988年になると、RS コスワースは、新しい、サファイアをベースに生産されることとなり、さらに1990年には、スポーツセランの RS コスワース 4X4 に発展した。 13140台の 2WD と12250台の 4X4 パンが生産された。1992年以降は、エスコート RS コスワースが登場し、市場を受け継いだ。1995年に発生した阪神、淡路大震災の折、炎上する民家から、近隣住民によって、 手押しで移動される RS コスワース 4X4 の様子が撮影されている。シエラのスポーツモデルであるシエラコスワース、シエラ RS500 はツーリングカーレースで世界的に活躍した。日本では1987年に全日本ツーリングカー選手権クラス1にプライベーターの手で登場。同年に長坂直樹がドライバーズタイトルを獲得したほか 翌1988年も横島久氏がドライバーズタイトルを獲得。1989年は日産スカイライン GTS-R を狩る長谷美雅サにドライバーズタイトルを奪われるもののメイクスタイトルは死守した。ただ1990年にスカイライン GT-R が登場すると事実上勝負権を失い、1991年に プライベータへの GT-R の供給が始まると、シエラユーザーは次々と GT-R に乗り換え、同年中に姿を消した。欧米では1987年に世界ツーリングカー選手権に登場。ドライバーズタイトルは逃したものの、マニュファクチャラーズタイトルを獲得した。JTC とのダブル開催となった、同年のインターテックでも優勝を飾っている。 販売の立ち上がりは不調で、イギリスでは、先代のコーティナが長年維持していた、ベストセラーカーのザオエスコートに譲ってしまったが、約270万500台のシエラが、ドイツ・ベルギー・イギリスで1992年12月に、生産中予されるまでの10年余りに生産された。また、欧州以外でもアルゼンチン・ベネズエラ南アフリカ、ニュージーランドでも、現地生産された。 当時の日本にも5ドア2.0ギアと XR4i の両車種は近鉄モータースを通じて正規輸入された。また RS コスワースも4ドア版を中心に日本にも比較的多数が並行輸入された。ありがとうございます。